今回はご遠方よりこのエブリー660ターボ付きマニュアル車でシートの装着においでの際にプラス PPL のお試しを、この位置でお試しを行っていただきました。じゃあちょっとボリューム落とそうか。はい、はい、エブリーさん17型でしかもマニュアルで走り出しました。じゃあこう一旦停止直進です。気をつけてください。ゆっくりどうぞ。ほいで道路凸凹があるんですけど、多分跳ね方が角が取れてると思います。角が取れてると思いますね。エアがちょっと甘くなったような。いや、突き当たり右折です。そうです、静かに。じゃあ右へゆっくりと、はい、で突き当たりを左折です。今ローですよね、セコンドですよね、はい、これ3速入れてごらん。多分普通にスーッと流れるようにします。で一旦停止で左折です。違うで静かに頭出してみる。はい、じゃ気をつけてね。あ、出しちゃいましょう、出しちゃいましょう。一番手前側に止まっ、はい、ストップ止まってて、信号変わったらあのバスのいる方に行くのね、はい、とにかくね、下側からの突き上げがマイルドになってる。エンジンの音が静かになる。はい、どうぞ。バス動き出したから調整しちゃおうか。この先バス停があるんで、もしかするとそこに止まります。エンジンの音低くなってる感じしません？で、4速に入れて。いつもと変わった、回転数は変わらないはずなんだ。静かだと思いますよ。で、これでいいですよ。突き当たりまで行って、あの工事現場のところ手前を左折です。はい、歩行者気をつけてね。じゃあここ直角左折です。はい、 OK です。でね、あとでここへ戻ってくるんですけど、このワンホールの踏み心地、こう揺れ心地、はい、これをちょっと体で覚えててください。はい、あとギアのフィーリング、ギアの入り方とか、あとアクセルの突き、これ全部覚えてて普通に走っててみて。はい、ここはストレートだからアクセルちょっと入れちゃっていいですよ。はい、これでギア上げて、でこれで5速に入れちゃう。やっぱりね、相当静かだと思いますけどね。あと助手席に乗ってる限りは路面の突き上げがマイルドだね。であと 100m 行くと、あのカーブの右側、ここ覚えておくといいですよ。面白いですよ。外すとね、結構ね、ワイルドになる。で、この辺のマンホール、左側に2コグマンホールな、こういうのを覚えておくといいです。でね、このカーブのクリッピングポイント、路面がすごい荒れてるんだ、ここ。これを覚えておくといい。それであと 100m 行くと一旦停止があります。はい、そしたらそこで、左折のウインカー出してもらって、はい、ですぐそこの工事現場の向こう側のフェンスのところに、はい、止めちゃってください。はい、あそこ行っちゃっていいですよ。もうあそこのところです。あそこのところ、前につけてくれればいい。そうです、ここで。で、私がそれを外します。はい、じゃあ、ボンネット簡単にリリースする。どうぞ。また、こっちへ。うん、そうです、その通り。ちゃってるな。あ、でも、どうですか、さっきより不正気がするな。さっきよりちょっと荒れてると思いません、うん、揺れ方が。やっぱり効果落ちてるわ。どう思います、これ。うん、これどうですか。右のタイヤなんか今どうですか、これ。ちょっと音が大きくなったかな、うん、あとね、ちょっとね、うん、アクセルの反応が悪い気がする、悪くなった気がするでしょ、うん、
さっき高速で行った時、うん、もっとスーッて行ったよね、加速した気がするんですよ、ね、そうそう。で今度どうなったかな、まだいい。今回は取り外してのお試しの際にアクシデントがありまして、アンダーパネル側にプラス PPL を落としてしまいましたが、やはりラジエーターのリザーブタンクから離れたところに設置した場合は効果が非常に薄くなったというのも実感できました。では皆様からのお問い合わせをお待ちしております。